はい、どうも、バタデン2100です。今回開封するのはこちらの一畑電車2000、ビートレインショーティ一畑電車2100系オリジナル塗装と、富士急行一閃系昭和30年代リバイバルカラーを、のセットを開封します。このセット自体は、去年の10月に雲州平田駅で、もう2箱分買って編成になってるんですけど、またね、改造用、今度またこれを改造するために買いました。で、この前、この2100系のリバイバルカラーと1000系のリバイバルカラー買ったんです。改造用に買ったんですけど、改造せずにやっぱり KO 色で取っとくことにして、そのため、これを本当は改造しようと思ってたんですけど、やめたんで、今度はこれを改造用として買いました。これは Amazon で1100、何だったかな、1100何円かで買いました。あ、改造する車両はこれですね、一畑電車2100系の旧一畑電鉄色です。この肌色の KO 色の赤い帯を青に変えた、水色に変えたみたいな感じですね。あれを作ったら、もう3編成いるんで、一畑が。あれで4編成目で全部揃います。4編成あるんで。島根古墳もビートレで出てほしいですね。今度3月に鉄コレでは出るんですけど、まあ、島根古墳自体がもしかしたらもう3月でなくなるかもしれないんで。ってことで開けます。あらら、よし。よいしょ。こんだけ？あ、シール。KO 色より中身は少ないですね、ちょっと。これが富士急の屋根と妻板とその他パーツですね。で、こちらが一畑の屋根と妻板、ガラスパーツとかです。これは車体ですね。この車体をどうやってさっき見せた一畑電鉄色にするかがちょっと悩みどころですね。あ、結構いい、KO 色と違って色がはっきりしてる電車なんで、この2つをどう改造するか。で、顔面はこんな感じ。顔面は KO 色、余った KO 色のやつを使おうと思ってます。これじゃあちょっと、このね、ちっちゃいパーツをマスキングして塗って本当に大丈夫なのかちょっと心配なんで。こんだけですね。で、あとシール。もうシールと説明書も6枚目です、これ。6セット、5、KO 色と同じシールなんで、もう6セット目ですね。こんなにビートレイ買ったの初めてですわ、人生で。島根ってビートレイが市販で売ってないんですよね。こういう今、この一畑とかは、会社が多分取り寄せて駅で売ってるんだと思いますけど、普通のビートレイは島根っていうか山陰では売ってないんですよね。なんでこんなに買うとは初めてですね。よし。で、今回は、こちらの、ビートレインショーティの一畑電車2100系、富士急行1000系を開封しました。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。